本会会議議ででは一般会計のの総額で1億万円の補正予算案案案など14議案が提案されました。主な事業は脱炭素社会を目指して住宅用太陽光発電設備と家庭用蓄電池の設置を補助する事業に6500万円県内の中小企業などが太陽光発電設備を設置したり省エネ設備に改修したりするのを補助する事業に 5100万円などとなっています提案理由に先立って池田知事が昨年度の決算見込みについて実質収支がおよそ69億円の黒字だったことを報告しました今後とも財政運営ビジョンに沿って財政の持続可能性を確保しつつ人生百年時代のフロンティア圏の実現に 実現のため各種政策を積極的に推進してまいります6月定例香川県議会は来月11日まで開かれ今月24日に代表質問が行われます